こんにちは福井教育支援サークルの吉田です今日は5年生の道徳見えた答案についてお話をします内容項目は善悪の判断自立自由と責任です、えー、それではあらすじです、えー、花子さん大変いつもいい成績を取っていて勉強もしっかりしている子です、えー、ところがね、えー、ある時のテストで一問だけ解けない問題がありました そこで悩んだときに、偶然、偶然ですね、偶然、えー、隣の子の答案が目に入ってしまうんですね、えー、それを見た瞬間、問題が解けて、えー、結果的に、ねまあ、100点を取るんですけれども、100点のテストを見ながら、まあ、ひどく反省をして、二度とこういったことはしないというふうに誓ったというお話です。えー、学習指導の解説をを見ますとと、まあ、そういういい不正なことをしない とというこのの原動力になるのは自らを信じるるであると、まあ、自分がそういったことをするのは自分,にと自分が恥ずかしくないかという判断で、えーね、行動を見直してみようということですね。まあ、高学年担当の先生なんかですとね、そんなことして恥ずかしくないのとか。 自分を裏切ることになるよっていうような言葉を子供に投げかけることはあると思うんですけども、まあ、この教材を通してね、やっぱり自分を裏切るようなことはしないとこのことをね、再認識させることができたら十分じゃないかなというふうに思いました、まあ、そういった考えで授業を構成してみました、えー、最初はですね、あと1問できれば100トンを取る自信があると,ところがあと1問が解けないと。 たまたまその時近くの子の答えが見えちゃったと。あなたならどうしますかと。まあ、これは導入ですのでね、そういったことをまず聞いてみたいと。次にですね、花子が人の答えを移したのはこれが初めてだと思いますかきっと初めてでしょうね、教材文を見る限りね。なぜそんなところを抑えるかというと、それまでは真面目で、つまりしっかりした自分を持ってた子だということをまずここで抑えておきたいからです。 え次にです、ね、初めてカンニングをしてしまってどんなことに気づいたのですかと。えー、ここをしっかりね、えー 意見を出させたいいと思いますねまずね、たまたま見えた答案の持ち主、よしこさんなんですけれども、よしこさんに顔向けできませんよね、えー、先生にも顔向けできません、このあたりがもやもやした気持ちにつながっていくと思いますね、それから本人がみじめな気持ちになったっていうふうに言ってますね、みじめというのは、結局自分の力じゃないのに、えー、それを移したと、そういったことを放置した自分、許した自分がみじめだったんだと思うんですよね。 それからですねカンニングしたことを正直に言うことができたと思いますかっていう,ふうに聞いたのは結局ね、ねそういった不正をしたんだけどもそれを言うこともできないとあ言えませんよね、私カンニングしたなんてね友達にまたねそれがきっかけでいじめられる可能性もありますから、まあ、そういうようなところをまずしっかり抑えて不正をしてもいいことは何もないんだよと。 ということをまずここでね、えーまあ、この米印のあるような問い返しを使って十分に出させると、その上で二度としないと決意したのはどうしてですかと、まあ、これは上の発問を受けてのことですが、なぜ相手もう一度ここへ持ってきたかというと、えー、っとね、つまり自分を裏切るようなことをしたくないという意見を出したいと思ったからですね、えーでえーまあ、そこに米印ついていると思うんですけども、えー、こういう強い決意をしたのはね、 花子さんは、こんなことを続けると、こんな自分になってしまうんじゃないかということを恐れたんだと思います、どんな自分になることが怖かったんだと思いますかというふうなこう問い返しを入れたいなというふうに思って、この、まあ、発問を入れてみました、まあ、こうしてね、やっぱり自分を裏切るようなことはしないでおこうというような考えを出させていきたいと、その上で過ちを犯さないようにするためには何が大切ですかと。 いうことで振り返りを書かせたいなというふうに思います、えー、以上吉田の授業の構想ですまた参考にしていただければ幸いです